昼に奪われたもの、遠く離れていても彼を身近に感じる。かつて見えなかったお前の目も、かつて怠惰だった我々の手は今彼の言葉を伝えることができる。世界は聞くことになる。世界は見ることになる。世界は記憶することになる。世界に終わりが来るということ。ここは彼の祠。人々は忘れてしまったが、ここで我々は苦役する。その記憶は消え去らない。我々は夜取り戻す。リークリングを片付けるのは簡単じゃないわ、クバル。簡単だと言ったことはない。だが、どちらにせよ試さなければならん。結果がどうなっても、皆の古市が騒ぎ出すだろう。皆の準備ができていない時に、死へと導くつもりはないわ。ならば奴らを訓練するのだ。何をしてる？ここにずっと留まるのか、それとも広間を取り戻す準備に取り掛かるのか。どちらもしないならもう腹に据えかねる。あなたの腹具合は私の問題じゃないわ。私が行くと言ったら始めるのよ。その前はダメ。助けられないならそっとしておいて。私たちは本拠地から追い出されているのよ。丘の上にある広間よ。あそこはリークリングに占領されたの。
執念と数で私たちは慢心してしまっていた。多すぎる蜂蜜酒、多すぎる物語、少なすぎる戦い。あなたが手伝ってくれるの？新たな人材が加わればきっとあの怠け者たちを再び戦いに奮起させられるわ。では行きましょう。ねえ、この怠けたミルクの実、こっちへおいで。ここに住み着いて広間みたいにダラダラ暮らそうとしているんでしょう。でも見てごらんなさい、このよそ者は誰よりも燃えている。計画についてちょっと話したら彼女はすぐ志願したわ。よそ者が私の霊魂をしのぐのは気に入らないわ。だからこっちから行ってリークリングたちを殺しましょう。ああ、爽快なくらいだったわ。あなたはどんな感じ？それは良かったわ。実際、海沿い人に必要なのはまさにその精神よ。一緒に来てくれる？フロスムンドの墓地へ。ここに定住する前に彼の祝福をもう一度受けなくては。承認が必要なの。それにこの辺りで相手にしているホーカー頭の奴らを見たでしょ？どう思う？それなら話をしていないで急ぎましょう。
Thank you.
中に入る準備はいい？とても単純なことよ。フロスムンドの斧は彼と一緒にそこにある。それを手にしようとする者は全て魂をフロスムンド自身に評価されるの。いいえ、そうじゃない。彼は戦わなくても私たちを知っている。彼は常にシルスクを見張り、遠くから私たちを見ているもの。そして私の場合、彼はすでに価値を認めているから、以前祝福した理由を彼が思い出すだけなの。あなたは本当にただ見てるだけでいいのよ。では急ぎましょう。あなたさえ良ければ、とにかく墓地へ行きたいのよ。そうね。つまり支配しなければならないと。シルスク広間のリーダーとして我の祝福を求めているのか。はい、私ブジョルドは過去に祝福を受けました。そしてリークリングの広間を片付け、正しい所有者へ戻しました。確かにその通りだ。だが私は常に見ていた。お前は弱さゆえに自ら脱出する羽目になった。危機が大きくなってもお前は仲間たちを強く鍛えなかった。では私はリーダーにふさわしくないと。いや、他に務まる者もいない。荒野でまとまるには弱いリーダーよりリーダーがいない方がマシだ。少し恥ずかしかったわ。恥ずかしいわ。でもきっとそれが重要だったのね。シルスクに戻らなくては。フロスムンドが何を言おうと、私たちにはリーダーが必要。そして最もふさわしいのはまだ私よ。彼のもと、これまでに起きたことを考えてみて。私たちをこんな目に遭わせたリーダーたちを祝福したのよ。とにかく彼は死に、私たちは生きている。シルスクが新たな伝統を作る時よ。私が伝統を作るわ。あなたは支援してくれるだけでいいの。嘘すらつかなくていい。ただここで聞いたことは誰にも言わないで。よかった、必ずよ。では失礼して広間を指揮しなければ。ブジョルドがお前はよくやってくれたと言ってるぞ。結婚前、最初に墓地に行った時は俺が彼女の介添え人だったんだ。
フロスムンドは強さってものを知ってる。現世でも来世でもな。ああ、俺も最初に彼女とあの場所にいて感じたことを覚えてる。結婚前の話だがな、お前も広間にちょくちょく顔を出してくれよ。